と追いつかれて逆転されました。少しね、白井選手も多分足怪我してると思うんですけど、もう交代できないでね、もうちょっと交代できませんからね。元気な吉平からのこれはクロス、キーパーがいない、シュートを狙って、いや決められた、追いついた大分、またアディショナルタイムに同点。よく決めました大分です。ちょっと距離のあるところでしたけれども、変わった前田が同点弾、アディショナルタイム。もう一度見ましょう。ちょっとパクソンスの処理が中途半端になったでしょうか。最後触ったパクも深谷も触ったんですが決められました。追いついた、追いた、そうですね、キャッチミス出てしまいましたね。